関西テレビをご覧の皆さん、こんばんは。増田龍平です。前田敦子です。沖田修一です。映画モヒカン故郷に帰る、いよいよ4月9日から全国公開されます。髪切っちゃえば？絶対やだ。7年ぶりに帰郷したモヒカン。子供ができました。あんた、ほんまのバカな。マジ妊婦ずれーわー。ガンか。モヒカン、故郷に帰る。ここからは映画のタイトルにちなみ、モヒカンを頭文字にしたキーワードでトーク。モ、猛烈個性的なキャラクター。タイトルがモヒカン故郷に帰るなのに、沖田さんがモヒカンじゃなくてもいいですけどみたいなこと言ってきて不安にさせてきましたね。広島、瀬戸内海の島が舞台。島に実際住まれてる方にエキストラとして参加してもらったり、おばあちゃんとか、先生とか、なんかかなりほとんどが広島の、おばあちゃんと先生が島のほとんどです。感動、見どころポイント。矢沢永吉さんのアイラブユーオーケーを吹奏楽の子たちが演奏してて、それのなんかあどけない演奏の空気感とかバランスがすごく絶妙だなと思いました。映画モヒカン故郷に帰る、4月9日から全国公開されます。ぜひ劇場でご覧ください。この後は、私が監督した南極料理人をご覧いただきます。